ヨハン・ボーデの製図に描かれた壁面四分ギザ・四分ギザあるいは壁面四分ギザは1795年にフランスの天文学者のジェロー・ムラランドが設定した現在使われていない星座の一つ現在のリューザ・ヘルクレス座、牛会座の境界付近にあったクワドレンズ・ムーロリスとはラテン語で壁面四分ギのことで一天文学で天体の位置を観測するために 使われた機器である。ラランドは、老いのミシェルル・フランセド・ラランドと共に、北天の5万個以上の構成の位置を観測した際に、使った、壁面4分儀を記念して新たにこの星座を設けた。毎年1月4日頃に極大を迎えるし、分岐座流星群は、かつてこの星座が設定された流座ヨタ星近辺を、複写点とすることからその名前が付けられている。フランスの科学機器製作者、 ジャン・ニコラ・フォルタンが1795年に出版した、セーズ・アトラス・セレステの改訂版に、壁を意味する、デミューラルという名前で載せられたのが書出である。アトラス・セレステは、ジョン・フラム・スティードが1729年に出版した、セーズ・テンキューズフを3分の1に縮小して再版したもので、1776年に、初版が出された。 1795年に出版されたこの改訂版は、ラランドと彼の同僚ピエール・メシャンによって編集され、付録の製表への記載こそないものの、製図のプレートに2壁面4分にの絵とレミューラルという名称が書き加えられている。発行者のフォルタンは付録のテキストの中で、レミューラル、またはクオートで、セルクルミューラルは、ラランドがウザ、牛会ザ、 ヘルクレス座の間の隙間に配置したもう一つの新しい星座である。ラカイユは南天の星を観測した後に物理学と芸術の道具で新しい星座を形成した。彼の例に習って我々は北天で3万の星の観測に役立った貴重な道具、すなわち天文学の最大の記念碑を封見できると考えた。としている。実際、ラランドはコレージュドフランスに 天文学教授として在職中に、オいのミシェルル・フランセド・ラランドと共に、壁面4分儀を用いて5万個以上の構成の位置を特定している。ラランドは、翌1796年に出版した、コナサンス・デ・トームデ・ムーベマン・セレスタ、アエル、ユーセージ・でアストランムズイでナビガターズ、ポア・アエル・アネの中で5等級から7等級までの構成10個をこの星座に属するものとしている。 1801年、ヨハン・ボーデが出版した、ウラノグラフィアでは、ラテン語化された、クアドレンズ・ムーロリスと解明されて掲載された。その際、古くからの星座の領域を侵害しないように、ラランドが示した領域よりも狭めて描かれている。ウラノグラフィアの影響で、19世紀前半においては、多くの星図で定番の星座となっていたが、19世紀末、 までにはほぼ忘れられらたた。星座となっ1922年に国際天文学連合が88の星座を選定した際には線から外れ、現在その領域は龍座と牛い座の領域となっている。ありがとうございます。